今日も始まりました、ともこチャンネルです。はい、はい、今日はですね、なんかちょっと見えちゃってるけど、はい、ちょっと令和新選組を広げたいと思ってる方がですね、いらっしゃると思うんですけども、はい、その方に伝えたいなと思って動画を撮りたいと思います。はい、はい、もう相変わらずテレビではですね、自民党の運動会がね盛り上がっているみたいですけれどもね、毎日ね、はい、ほんとよくやるよね、うん、誰がね、そう、どうでコメントにもなんかもう高市早苗さんだったら大丈夫みたいなことをね、うん、言ってる方もいらっしゃるんですけれども、なんかもう本当に私たちとしては自民党である以上をもうトップを変えても変わらないっていう気持ちなんだよね。変わらないよ。そうなんですよ。もうだって太郎さんもよく言うけどさ、だってその高市さんとかがなんかいいとかなんだとかよく言われてるじゃん。例えばさ、でもその人たちだって結局その今までその悪い法案を散々通してきた。そう。でもそこでは応援してきた人たちじゃん。でもそこでも高市さんはそのなんていうの、いろいろ文句を言ってたみたいよ。その中でも。いやいや、ないない。そうなんですよ。だからもう、うん、そう一緒なんですよ。ね、だったらその反対する、とことん反対するとかさ、ね、自民党抜けるとかさ、そういう高市さんって人はすごい反対派だったみたいな。それこそ西田さんとかさ、そっちの人たちの方が分かるよね、もしね、あ、この人だったらってなるかもしれないよね。そうそう、とことん反対すると安藤さんみたいな干されるから。いや、なんで干されたか分からないけど、ね、そう、あとはあの総裁選とかやってますけど、本当に政治に興味のない人って、それももうテレビでいくらやってても逆にもう何やってんのっていう、どうでもいいと思うんだよね。もう無関心の人たちにとっては。そもそもね、そうそうそう、だからその人たちに私たちは広めたいと思ってるので、まあ、その総裁選ももうどうでもいいですよね、そうなんですよ。もうとにかく野党共闘はしてほしいですけど、令和新選組を知ってもらうことが大事だよね。そうだね。そう、まあ、令和新選組っていうのを知ると、日本は今の状況でも消費税廃止だってできるし、国民1人当たり10万円給付だって、このね経済状況でもできるわけじゃない。それを知れば、選挙に行こうかなって思う人が増えるもんね。それを期待してるんだよね、私たちは。そうそう、まず気づかせることだよね。 そして目覚めさせること、本当に議席を、令和新選組の議席を増やすことが一番大事なんだよね、野党共闘して。なんかやっぱり立憲民主党の方たちがちょっとなんか政権取る勢いがないみたいな報道もね、なんかあるらしいんだけど、でもまあもし取れなかったとしても、令和新選組のだから比例は令和でね、もう伸ばして議席を増やすしかないんですよね、そのためにもうこれからはね行動していきたいと思うんですよ。そうだよね。そうそうそう、とにかくそこ。あの前回の動画では車にね、マグネットを貼って、あれでね目立ってば、そうそう、あれもね、かなり目立つからね、あれね。あ、そうかな、かなり目立つ。そうかな、乗ってる方にはさ何とも思わないね、気づかないわね。そうそう、貼っちゃえば終わりなんですよ。貼っちゃえば自分は何ともないんですよ、後ろの人が思うがもうね、何にも気にならないもんね、自分たちは。いや、気にして。え、なんで？え、なんか変な運転とかしないで。あ、それはそうそうそう、それはねちょっと気をつけなきゃと思う。俺らとか割り込ん、俺らとか割り込んだりしない。そこ大事よね、そこ大事よね。いやいやいや、しないよ。超マイナスになっちゃうから。そうだよね、そうだよね。いい運転の心がけ。そうだよね、看板貼ってやってるようなものもね、それは大事ですけど、あのマークを貼ってるのが意外と、もしもっとねいればさ、ね、なんかあ前も見たこのマグネットみたいな思うよね。だから多い方がいいよね。そうだね、多い、できるだけ多い方がいい。あれみんなやってほしいな。できるよね。あれ貼るだけだし、なんかちょっとおしゃれ。公式でか、おしゃれ。おしゃれと思ったら。でも合ってるよね、だってぴったりだったしね。そう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 。公式でね売ってるので、ぜひね、あの後ろにつけていただいて、もう乗ってる方には本当にちょっと気をつけなきゃいけないけど、運転を。いいよね、でもね。全然全然。そうそうそう、いいと思います。うちの会社のさ、あの事務員さんがこの動画見てるんだけど、そうで早速言ってきて。なんで？あの見たよって、動画見たよって言って、でっかいでっかいのなんか貼ってんだねみたいな、車も見に行った、目立つねとかつって言っててさ、そうなんだ、そうそうね、実際車見てくれればいいじゃん。うん、あもう、ね、見て見て後でとかって言ったんだけどさ、そっか、じゃあ見てるかもね。今までちっちゃいの貼ってたじゃん、それは剥がしたじゃん、ででっかいの貼ったじゃん、でちっちゃいのその事務員さんの車に勝手に貼った。マジで？勝手に。え、あれ剥がれないの？なんか私のつけてたのはなんかびっちりついててね、剥がすのもなんかマグネットがちょっと
剥がれちゃったんだよね、破れちゃったの、後ろの曲がる、うん、大丈夫だよ。そうか、もう私のねあれちょっと使えないんだよね、うん、まあそんな感じで、まあ、剥がれませんあれ意外とね、うん、意外と剥がれませんので、うん、ぜひ大きいのをつけてもらいたいよね、うん、1枚2000円するんですけどね、そんなしたっけ1枚2000円、でもね寄付すると思ってもね、そうそう、それも寄付につながるからね、うん、ぜひやっていただきたいと思います、うんうん、はい。そしてですね今回はですね、はい、私たちができるボランティアとしてはですね、うんうん、ポスティングです。ポスティングね、はい、私はあのインスタグラムで田島剛さん、うん、埼玉県の、うん、埼玉県2区、埼玉2区、うん、埼玉2区の田島剛さんのボランティアの方と、うん、インスタグラムでつながっていたので、うん、その方がそのポスティングやってくれる方みたいなちょっと募集してたからちょっとやり取りをしたんですよ。そこであのボランティア登録をしたりして、あのこちらをですね、はいはい、取り寄せることができたんです。ダーン、ダーン、はい、ダーン、1000枚単位らしいんですけれども、1000部って書いてあるね、1000部、はい、そうなんです。それを、うん、どのくらいできるかわからなかったので、うん、とりあえず2000部注文したんですね、うん、そしてこれからもし私もポスティングやってもいいなと思う方がね、うん、いらっしゃればですねちょっとやっていただきたいなと思うんですね、うんうん、これ全然いいよね、はい、やり方をまず教えたいと思います、はいはい、まず令和新選組の、うん、ホームページ、はい、これ令和新選組のホームページなんですけれども、うん、そこを、出しまして、うん、そしてこの3本線があるんですね、うん、右上にそれを押します。そうすると、所属っていうのがあります、うん、上から4番目、所属を押すと代表山本太郎、そしてその下に副代表船子さんと木村さんが出てまいります、うん、はい、そして次に比例東京ブロック、東京都ですね、まず東京2区が、北村いたるさん、東京7区が高橋あとさん、東京5区が中村美香子さん、東京22区が串渕真理さん、東京8区が辻村千尋さんで、東京10区が渡辺照子さんという、そちらの方々がですね東京都なんですね。まずはご自身が住んでる区、私たちで言えば東京じゃない埼玉6区私たちは埼玉6区なので、うん、田島剛さんは2区ですけどちょっと違います、うん、そう、そんな感じで自分が何区なのかっていうのをまず知った方がいいですね、うん、そうだね、そう、そしてここですね、ここ田島剛さんが埼玉2区なんですけれども、うん、はい、比例北関東ブロックというブロックになります、うん、はい、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県にお住まいの方はですね、うん、北関東ブロックになりまして、皆さんが田島剛さんのところなんですよ、うん、ブロック的には。そう、なので茨城県や栃木県や群馬県や埼玉県にお住まいの方はですね、うん、このポスティングのこれが欲しいなと思ったらですね、田島剛さんなんですね、うん、他の方はちょっと他の方で調べてください、うん、はい、そしてここをクリックします。そうすると田島剛さんがのページが出てくるんですね。そしてこの下を行くと、ここにウェブサイトっていうのがあります。ウェブサイトをクリックするとこんな感じで田島剛さんのが出てくるんですけど、そしてここの3本線をクリックすると、ここでボランティアというのがあります、はい、そしてボランティアを押すとここですね、ボランティアで応援してください。令和新選組と田島剛は大きな組織や企業に頼らず、ボランティアの皆様と政権交代を目指します。衆議院埼玉県第2区総支部では、今埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県で一緒に活動してくださるメンバーを募集しています。一人一人が大切にされる社会、誰もが生きていて良かったと思える社会を作るため、ぜひお力をお貸しくださいということで、ここで登録ファームがあるのでこちらでですね記入していただいて、はい、そしてここにチラシポスティングというのがあります、はい、これをクリックして応募するとですね、あ、他にもボランティアありますよ、ポスター貼りだったり、はい、そんないろいろあるんですけれども、そしてここ応募しますよね。そうするとメールが行くので、メールで返ってきます。事務局の方から返ってきますので、そこからメールでやり取りをしてください。例えば
埼玉のこの地区ではこことここはもう配り終えたのでこの辺でお願いしますというようなね、うん、ここもあったもんね、うん、配り終えた箇所がそうだね、うん、それを外して配るということなんです、うん、はい。そしてですねこれ1000枚ずつで一応もう一つ開けたんですね、うん、こんな感じでこの令和ニューディールの方のチラシですね、それが届きました。何もこれがいいとか言うわけじゃなくてもうこれが送られてきました。はい。そして私たちは半分に折ったんですけどたくさん。それとですね私たちやっぱり YouTube をやってるのでぜひ YouTube も見ていただきたいと思いまして、このようなチラシもですね作りました自分で。これですねはい、こういうのを作ったんです。見えないですよね。見えなくてもいいです。ちっちゃく売っていいんです、うん、そしてここに申し訳ないですね太郎さんちょっと貼らせていただいて、これはホチキスではないんですね。普通のホチキスだときっと危ないので多分ダメって言われると思うんですけれども、これは圧でこうギュッてなるやつなので、うん、そうなんですよ。なので、ね、危なくないので、はい、ここね見られるかどうかわからないですけどぜひね、うん、はい、このチラシをですねポスティングしたいと思います。何があっても心配するな、そんな国をあなたと作りたいね。今きっとなんていうのかな、悩んでる人とかいっぱいいるよね今の人生にね、うん、そういう人がさこれを目にしたらさきっとなんか違うよね。何があっても心配するなって言ってるもんね、うん、支持者の方にもやっぱり太郎さんの言葉に救われて、うん、ねっていう方がいらっしゃるのできっとこのポスティングでね、うん、悩んでる方もね何か感じ取ってくれるかもしれないですし、ね、はい、1000枚いや2000枚、うん、ね2000枚配ってね、まあ、何人見ていただけるか分かんないけどね、うん、そう分かんないですけど、うん、でもこの活動は大事だと思うんですよね。全然やらないよかでもやった方が絶対いいからさ、うん、そうですよね、うん、私たちも頑張りたいと思います、うん、はい。まだね どのくらいのペースでさできるか分からないし ね、そうだね、もしかしたらやり始めたらあっという間に終わっちゃうかもしれないですし、うんうん、ねそうなんですよ、ね、でも私これをやるのでちょっとこれで時間かかっちゃうんだけど、うん、そうそうそう、まあ、配り出したら早いんじゃない。2000件になったら取りましょう。そうだね、うん、そうですね。なので皆様もぜひ応募して、他のね地域の方はそれぞれ、うん、きっとホームページから行けば大丈夫だと思うんですよね、うんうん、はい。最近でも夜とか涼しくなってきたからね。そうだよ ね、配りやすいよね。まあ、真夏だったら暑くてさ外なんか出れないじゃん、うんうん、ね、今ちょっと涼しいからね。そうそうそう、あ、うん、でもですね私たち散歩がてら、うん、折ってすぐポスティングできないんですよ実はですね。私たち半年以上前からですねちょっと旅行の計画がありました。旅行というかですね私 地元に帰ろうとちょっと思ってまして、本当にね旅行でしょ。あ、旅行旅行だよ。しかも地元っていうことでですね、はい、なんとですね私の実家飯塚市なんですね、うん、はい、ということで飯塚市といえば大島くそさんということでですね、うん、その日18日たまたま山本太郎さんも来るということで大島くそさん決起集会やるってね18日、ね、そうなんですよ。でその時太郎さんも来るっつってね、そうちょっとうちらが行くのと同じなんだよね。そう、飛行機で行かないかな、同じ飛行機とかないかないか違う車だよね。そうだよね。そうなんですよ、うん、私たち向こう行ったらずっとレンタカーで動くので、うんうん、どこにでも行けるということでもう実家行くのを後にして、うん、そうね、とりあえず初日とりあえず初日は決起集会、そう初日実家行く予定だったけど実家もごめんなさいって言ってちょっとそちらに急遽行こうかなと思っています、うん、はい、ぜひ楽しい本当びっくりだよね、うん、同じ日なんて。そうね、大島くすおさんともお話ししてみたいしね、うんうん、早めに行きたいね、うん、カメラを持っていこうか。あ、持ってく、ま、持ってく、うん、カメラを持ってなんかね、もしかしたら、ね、なんか撮らせてもらえるかもしれない。そうですね、この投稿するのはかなり遅くなっちゃうと思いますけれども、うん、はい、ということで皆様もですねポスティングだったり、うん、ポスター貼りだったり、うん、これからはね本当にボランティアとして活動してほしいなと思います。そうだね、うん、ポスター貼り結構難しいもんね、うん、ポスティングがねやりやすいと思います、うん、やりやすいよね、急に突っ込むだけだもんね、うん、そう、折って、うん、折ってね、うん、シュッシュッシュッって頑張りましょう皆さんで、うんうんうん、
もうどこの地域の方もできますから ね、 そうだね、これ注文すれば1週間ぐらいで来るかな。そうそうそう、1週間もかからなかったかもしれない、うん、そうそう、ポスター貼りはやっぱりちょっと抵抗ある人もいっぱいいると思うんだよね多分ね、うん、そうか、あれ結構根気がいるよ。そうだよね、断られまくってさ、ね、じゃあポスティングで皆さん、うん、ポスティングの方がもうだって誰でもできるから、これそうですね、不得意不得意ない、これ目立つしね、うん、とってもね、まだですねチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、この動画が少しでも良かったよという方は応援の高評価もぜひよろしくお願いします。はい、それでは皆さんご一緒に、はい、合言葉は比例は令和嘘でしょ、すごい、はい、はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。